7番ホール左ドッグのパー5。吹き流し狙いですが、風はフォローになってます。軽いドローで風に少々流されて右ラフでしょうか。風に流されています。右、これが右ラフかフェアウェイギリギリのところです。安定球になります。これも左に行きましたが、右に約20ヤードから30ヤードぐらい流されています。暫定球です。風が左から右にかなり強く吹いてますので、最近20ヤードの流されています。ナイスショットです。あ、風が流されない。でもフェアウェイキープです。これもフェアウェイ左でナイスショットです。135ヤード、上りの第3打。上空は風がありますが、左側から吹いているので、左に山があり、低い球であれば風の影響は受けないと思います。ティーショットは左側に山がなく、かなり風の影響を受けましたが、140ヤードか、ちょっと左に引っ掛け気味ですが、グリーン左またはラフという感じでしょうか。残り130ヤード。ピンの方まっすぐ飛んでいます。距離次第。ナイスオン。よいしょ。このホール諸橋選手のティーショットがかなり、風に流されて、右に行き、隣のホールに行ってしまったため、諸橋選手裏街道からこのパー5 3-4 です。バーディーパットです。今日はタッチに合ってない。菊池選手は3-4、下りのスライス、かなりスライスすると思います。30センチはスライスすると思います。なおかつ風もかなり、吹いておりますので、多少の影響はあるかと思います。タッチはよくナイスパーでした。さあ、この組最初のバーディーとなるでしょうか。ナイスバーディー。初バーディーでした。ちょっと抜けませんでした。ナイスパー。8番ホールやってきました。374ヤードパー4ですが、このホールはフォローになってますので、
それもかなりこうなってますので、実際の距離は350以下です。そう、セガ選手のティーショット、この組初バーディーでした。綺麗にドローがかかってフェアウェイ真ん中です。ナイスショット。これもドローがかかってフェアウェイ左にナイスキックでフェアウェイキープです。ナイスショット。ちょっと左に引っ掛けてしまいました。左は赤食いだね。はい、小林先生、残念ながら1打目は池に入ってしまいました。第3打目になります。残り181ヤード、綺麗に打ちました。ちょっとショートです。ショートでした。最悪160ヤード。ナイスオン。148ヤード、かなりフォローです。ちょっと左ですが、距離は OK。 ナイスオン。なりました。スライスライン。そのいいタッチです。転がってます。まだ転がってます。まだ来てます。まだ来てます。ナイスタッチ。下りのタッチを読み切りました。ズバーディーになるか。かなりのフックラインです。置かないのがどうすか。止まらない。難しいパットでした。ナイスセーブ。ナイスパー。9番ホールパー4。風はなくなってきました。あ、だよね。フェアウェイ右バンカー方面。このフェアウェイの真ん中です。よいしょ。ちょっとドローがかかりすぎてましたが、バンカー越えてフェアウェイ左です。セガ選手上りの180ヤード、フォロー当たってます。フォロー吹いてるので相殺して、上りと相殺で180、そのままで。いい感じのピンに向かってまっすぐ飛んでます。よいしょ。こちらは170ヤード。ちょっと左ですが、綺麗に当たって、奥にナイスオンです。ちょっとオーバーか。折り上げ40、かなりのフォローになっています。ピンに向かって
まっすぐ。アイソン、何ヤード打った？140ヤード打った。風打ちました。おお、すごい。なんか結構風強いかと思ったけど、はい今日当たりが薄いのでちょうど転んでよかったです。あ、はい、大丈夫。約25メートル、あ、パットになります。下りのフックラインです。おお、ナイスタッチでした。さあ、連覇リパット一つは決めたいと思います。ちょっと落ちきれませんでした。スパー。